こんにちは。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもでもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香です。今日はね、ちょっと遅い時間なんですけど、今から具式のスプリントの通し稽古に行ってきます。今日はね、ちょっと遅めの時間からだったので、ちょっと午前中すごいゆっくりしちゃって、結局ゆっくりしすぎてちょっとね、30分までにはこの配信終わらないといけないんですけど、ちょっとでもなんか久しぶりにはぁってなんかなった。結局昨日もね、あのまんま寝て、私3日連続床で寝てんねんけどさ、朝起きてお風呂入って、起きたのは起きたのよ、8時ぐらいに起きてお風呂入ってってして、そう、でもなんか久しぶりにこう とゆっくりできた。なんかイカだと体痛くないって、痛いけど、なんかゆっくりしたなって感じ。はあ、今から投資家ベッドで寝ましょうねってね、今日こそはベッドで寝ると思う。今日はちゃんと夜にお風呂入ってベッドで寝るのが目標。なんかいろんな夢見た今日。なんかね、2つ覚えてて今日の夢。なんか1個目がね、なんかすごいサバイバルやったので、サバイバルしてて、でこうなんかサバイバルってなんかその森の中とかではないの、なんかゲームみたいな、なんか勝ち残るゲームみたいなのしてて、でめっちゃ一生懸命頑張ったのよ、なんか大西で。それで1位取ったか優勝したかなんかよう分からんねんけど、大西がイエーイってなって、そう、頑張ったからイエーイってなって、でじゃあなんちゃらかんちゃらを獲得した大西桃香さんどうぞって言われて、なんかそのまんま大西ステージに行って、袖からなら走れ ジョセフィーヌって歌ってて、でこの曲ね、あのこの間までやってたあのミュージカルの
悪の娘っていうそうミュージカルの劇中にあった曲なんですよ。ジョセフィーヌっていう歌がなんか馬がそういう歌を歌うところがあって、それを大西が歌っててすごい楽しかったっていう夢1個目がめっちゃ気持ちよく歌ってた。走れ走れ走れジョセフィーヌって歌ってた大西、うわ気持ちいいって思いながら歌ってた夢1個目って。そうそう歌いたかったんやろうな、お医者の歌そう楽しかったっていう夢と、ともう一個ね全然内容は覚えてないねんけどさ、髪の毛切るってなってさ美容院って、でもなんか誰かにうん、切らないでって言われて、あ、わかりましたっていう夢を見たなんか美容室せっかく行ったのになんかポワンって人出てきて、うん、切らないで整える程度にしてって言われて、あ、わかりましたなる夢悲しかったせっかく美容院行ったのにほとんど変えないでって。そんな夢を今日は見ました。髪の毛切りたいけどね、もう切りたいっていうかね、もう切りたいね。今の舞台終わって次の舞台白雪姫ってあれどうなんだよな、髪の毛もしビッグとかなんやったらさ、もう一回ガーってさ染めたいな。でもね、今年年内はね髪型あんま変えないでいこうと思うからさ、まあ、あれないんやけど、来年になったら髪型も髪色も変えたいな久しく。ここ2年ぐらいずっとね黒髪だったからね。変えたいな一瞬だけでも。気分転換がしたい。2年経ったっけ？もうちょいで2年経つぐらいかな。2年弱ぐらい黒髪で今。一回パーって気分転換したい。なんか気分転換がしたいなんかパーってしたい。すべてがなんかもうパーンってならへんかな。旅に出たいね。なんか何でもいい。ふらっと外に出て、そこで出会った食べ物屋さんに入って、その辺で出会った服屋さんに入って、なんか一日をさ自由にさ
ちょっと行きたい。今日この頃だわ。気分転換がしたいね。どこに行きたい？どこでもいい。マジでね、どこでもいい。適当にフラッと降りたところでなんか探したい。一日でいい一日でいい一日でいいんだ。一回何も考えない日が欲しいね。温泉、温泉行きたいね。温泉行きたい。イオン行こうって。イオン行きたいイオン行きたい。一日イオンで大西過ごせる。大きいイオン行ったことないから楽しそうやって。大きいイオン行ったことない人とこの世の中にいんねんや。さては都会人やな都会人だなあなたはきっと。大きいイオン楽しいよ。お昼から行って夜まで全然時間潰せるからね。お昼行くじゃん、イオン行ってまずフードコートでご飯を食べるのよ。お昼ご飯で、でその後、まあ、映画見たりもできるし服見たりもできるしゲームセンターも行けるし、でそんな感じでさ雑貨屋さんとかもあるからさいっぱい時間潰せるじゃん。でそれで時間潰してそろそろお腹、うんさちょっとさ、もうただいまもう西さ今一人でずっと喋ってた一人でずっと喋ってた。ただいま。もうずーっとあれこれ動いてる？え？動いてる？え？なあってずーっと言ってたずーっとえ？動いてる？今うちが通常運転やったからさあれ？え？なあとか言ってたらそう動いてないの？え？何？みたいな。そう一人で喋ってた。コメントも動いてたのよ。だからえなあ。そう動いてないの？ちょっとこの辺で切って今。そう。そう今一人で。そう電話かかってきたんかと思って、そう電話かかってきたの知らん人からだからピッてやってそのままなんか一瞬止まるんかなと思ったの。なんか配信を開始しますかみたいな、もう一回なんか止まった時ってそれいつもなるから、でも今回ならなくて、あやから電話かかってきてもこんな感じで戻るんやと思って、で喋ってたらさ、みんな大西の声が聞こえてなかったみたいで、誰誰ってね、誰やろうね、なんかたまにかかってくるのよね出ろよって話やけど、そう、知らん
愛人も出ない、なんかよくわかんない。うん、何の話やったっけ、そのイオン、イオン、イオン夜ご飯は1階のあのレストラン街で食べれるよっていう話から一日中イオンで時間潰せるよって話。わあ、イオン行きたいな。なんか今この携帯にさ、カレンダーとかスケジュールが入ってるから今ちょっと見れへんけどさ、じゃあ次お休みがあった日は絶対にモニシは楽しむね今こう、あ、時間が欲しいってなっているから、その来たるべき日が来るのをモチベーションに頑張るわ。ね、でもさ、そういう日に限ってさ、絶対一日中さ、家のさ、ベッドでさ、寝てるとかよね、多分。ね。そんなもんよね。もういいよね、一日ベッドで過ごすの。もうそろそろ終わらなあかんわ。なんかこう一瞬ゆっくりできたからさ、今日朝気合が、気合をいらなければ、よし、栄養ドリンク飲んでいこうかよし、頑張るわ。ということで、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。今日って15分のあれ出てたっけ？でももう15分以上やってるよね。大丈夫か？もにしが見逃しただけか。ではランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ。1位コバアットマーク大西よしさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がハギハギさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がカホアットマークニコニコニコさん、ありがとうございます、イエイ。そして4位が KITT さん、ありがとうございます、イエイ。そして5位がコーヒレンさん、ありがとうございます、イエイ。そして6位がミカリン、ありがとうございます、イエイ。そして7位がおやちゃん、ありがとうございます、イエイ。そして8位がカキアットマーク大西軍、クシキの投資ガンバ&今夜
ハッシュタグ登山部員募集には3ありがとうございます、イエイ。ね、そして9位がアザーグケンさん、ありがとうございます、イエイ。そして10位がツバッサーさん、ありがとうございます、イエイ。そして11位がアルさん、ありがとうございます、イエイ。そして12位がツヨシさん、ありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位がアイスさん、ありがとうございました、イエイ。登山部員のやつ、あれ、そうなの？1話2話形式なの、あれ。え、知らんかってんけど、大西もう。あ、そうなんや。あ、そうなの、あ、そうなんや、うんし、知らんかったわ。もう一気に流れたもんかと思ってた。あれは大西初知りだわ、初めて聞いた。あ、やっと高尾山に集合したあたりで終わったやつ。あ、そうなの、まだ登ってないんだね、じゃあ大西そうなのね。じゃあ今夜あたりできっと登ると思うから、ぜひ、あの、千葉テレ見れる方はぜひぜひ見てください、よろしくお願いいたします今のとこ酒飲んだだけ。あー、大西酒飲んだだけ、あの1話で。じゃあなんだかなーつって、お酒飲んだだけか、まだ部員募集して酒飲んだだけなのね。じゃあ今日は、今日こそは山登り始めると思うので、あの、ぜひ見てくださいじゃあではね、ちょっと今日はこの辺で終わりたいと思います。テロップ出てないけど大丈夫かな、ちょっともうそろそろでも道行かなければいけないから、ちょっと終わってしまうけど、まあちょっとじゃあ終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？んでもでもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。ではちょっとね、テロップに関してはちょっとスタッフさんに聞いてみるね。じゃあ、ありがとうございました。バイバーイ、行ってきます。バイバーイ。